はい、トモでーす。今日はエビチリ、みんな大好きエビチリについてお話ししたいと思います。その前に、僕ね、たくさんの雑学やたくさんの投稿の方を日々ね、一つはねアップしてますので、そのたくさんに埋もれる前に保存ボタンの方よろしくお願いしますね。それが僕の応援につながるからね。実はね、ナポリタンがね、ナポリ発祥じゃないとか、ミラノ風ドリアは魔風だからね、ミラノにはないとかね、今までお伝えしてきたんですけど、これまさかと思うんですけど、みんなが大好き中華行ったらエビチリ頼む人多いですけど、これね、中国にはねないんですよ。まあ、基本的には今はあるかもしれないけどね、広いからね。でも基本的にね、中国にはねないんですよ。そんな感じでした。みんなに教えてあげてね。